皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてテストライダーのまるちゃんですあははは。つい最近ね、皆さんにも見ていただいたと思うんですが、忍者2号の元ブロガーせんちゃんですとね、一緒に、箱根に行って、忍者400をですね乗ってきましたよ。箱根じゃない、いや富士山、もうひっくるめてあの辺ですでもね、改めて400にね乗って、せんちゃんもね、非常に良い評価で語ってくれましてね、大体女の子、自分の乗ったバイク一点押しなんですけど、意外とですね普通に400の良さをですね、意外と正確に語っていただいたんですが、その時私も改めてですね、普通にツーリングのように乗った。今まで400ね、実はね、オートポリスガチ攻めとか、あとは砂利のテストコース、ゼロ最高速とかゼロ 1000m 加速とか、なんかねガチテストばっかりやってるんですよね。改めてね普通に乗ってどうだったのかっていうのをね、皆さんにお伝えして、おきたいなと思いますが、いやー、良くないわけがないっていう雰囲気になっちゃうんですよね。これはまずね、車体構成がだいたい250と同じにするっていうところがすごいですよね。普通はですね、例えば今までの忍者シリーズも忍者650の車体が排気量ダウンして400になりましたよっていう、そのスケールダウンバージョンっていう雰囲気にね大体なってくると、パワーがないのに重量ばっかり重くてとかっていう、そういう形になるんですが、なんと忍者250の車体の方から 400cc のエンジン積んじゃいましたみたいなね。いや、そりゃいいでしょうっていうところですよね。で、その中で、じゃあそりゃいいけど値段がめちゃめちゃ高いかっていうと、なんと716,040円、 CBR25WR より安いんですよね。これね、250、400っていうのは普通二輪免許の中で一区切りなんで、車検があるかないかっていうのはもちろんありますけど、でも全体年間通して予算を割り切ってみると、実は車検持っていく手間暇はめんどくさいかもしれないけど、そんなに大きく高くなるわけではないんですよね。で、 CBR250 とかね、その忍者25とか買いたい人が、そのパワー競争の中でやっぱり CBR いいだろうって言ってもですよ、 CBR の馬力って、38馬力、忍者25 37馬力ね、この1馬力しか違わないんですよ。ところが CBR もよりも安い金額、 CBR って78万ぐらい、安いやつでも、高いやつだと80万ぐらいいっちゃうのかな、それがなんと71万という安さで、馬力48馬力そりゃすげえもん作っちゃったなって感じですよね。もう一つすごいのはね、俺は川崎の狙いとしては、忍者250がねやっぱり代表格で、やっぱりこうエントリーユーザーに対してね、大きな責任を担う忍者250の車体とプラットフォームを同じにして400クラスでも売るっていうことで、全体販売台数をね、忍者250の売れ行きはねやっぱり若干取られるので少なくなるかもしれないけど、両方を込みにすると結構な販売台数いくわけですよ。そうすることによって、実は忍者250の価格を下げることができる。忍者250って結構新しくなったバージョンってお金かけてるんですけど、そんなに価格上げなかったのは忍者400と共用して二手で売っていくから、実はそんなに高くしなくて済んだっていう、これも企業努力かなと思うと、忍者25にもこの忍者400は役立ててるし、忍者400単体を見ると25では到底かなわないねパフォーマンスを持ってるわけですよ。 R25 35馬力、忍者25 37馬力、 CBR250 が39馬力って、1馬力ちょいずつぐらいを頑張ってる中でプラス10馬力ドーンみたいなねことが 400cc でできるっていうね。それでいて車両重量は250の車体使ってるから、実は250の車重よりもたった 1kg しか重くならないって、これね相当頑張ってますよ。前の旧タイプの忍者400って実は 200kg ぐらいあるんですよ。すごい軽いですよ、それから考えたら。だから馬力上げなくてももう軽くなるだけで速い。実はね、砂利のテストコースとかでね、みんなでね用意ドンをさせると速い速い、軽さもしかりですけどね、馬力も48馬力ある中で250の車体の軽さだったら、いやーそれこそ速いですよこれはっていうね、ところがやっぱりあるなっていう。もう一つはね、ラジアルタイヤを履ける。やっぱり400でパワーもあるから、忍者25ってラジアルタイヤ履いてない、 CBR250 はラジアルタイヤ履いてる。
これだけでもやっぱりハンドリングをね比べるとどうしても良いところが出てきちゃうんですけど、忍者400は当然のようにスペックが上にあるんで、ラジアルタイヤ履けると当然グリップ力はいいでしょ。でもね、乗り心地とかハンドリングとか全てにおいてやっぱりよく出るんで、ストリートを乗ってみるとどう考えても1スペック2スペック上のマシンに見えちゃうわけですよ。まあ思える、感じ的に思えるっていうねものを、まあ安い金額で出すっていうんでね、いやいや俺的にはね、ものすごいとこ来たなっていう感じがしますよね。他のメーカーもやってみたらどうなんでしょうって思いませんか。 CBR400RR できちゃうかなみたいなね。まあなかなかそうはいかないと思うんですけど、川崎はそれをやってきたっていうね。まあ改めて富士山の方に行って乗ってみると、軽い、速い、かっこいい、まあ、3拍子揃って、いや改めてね、なんか400でもいいなっていうね。いや400が悪いわけないな。あとは本当にその車検に行く手間暇とか、でその時の面倒くささ、予算感とかね、若干みんなの中で考えてくれれば、足つきもね、いや足つきもシートコー2025より1センチ低いっていう表記になってほとんど変わらないんですけどね。でも足つきも悪くない。乗って400だから重たいだろう、苦労するかっつったら、いや1キロしか変わんないから、はっきり言って分かんない。その250の乗りの良さなのに、なぜかエンジンは各メーカーが1馬力を競い合ってる中にプラス10馬力どうですか、ドン。そりゃあよく走るさ。富士山のね5方面まで行く上り、だいたい空気が薄くなってパワーが全然出ないところを、下のかトップルからねビューって登ってって、全然その高回転回さなくてもサダダダって登っていくもんだから、いや素晴らしい。すごい急な登りのねこのワインディングをね行くときに、これもぶん回さなくても下の回転でクッと開けるマシンがねクイッと起きる。これは扱いやすさになるわけですよ。自分の思い通りにマシンが動くっていう扱いやすさになるんだけど、これに車重が重くなってしまうと若干それが帳消しになるけど、なぜか車重がほぼ同じでぐるっと下からのトルクがあるから自分の思い通りにワインディングを走れるみたいな。忍者400のエンジンのすごいところは、25だけで本質ギリギリに作ったら当然のように400にはならないんだけど、普通はね簡単に400にするんだったら、例えばあのストロークアップだけとかねしちゃうんだけど、ストロークアップにするとエンジンのイメージが全く変わってしまうのね。それを今回はちゃんとストロークもボアも上げることによって、吹き上がりのねスポーツエンジンのフィーリングは全く変えてないっていうね、あくまでもよく回るエンジンで楽しませるっていう、エンジン妥協してないんですよね。共用っていうよりはちゃんと25用エンジン、400用エンジンっていうのを持ってきてる。まあそれに対してやっぱ馬力のあるエンジンに対して車体が250で合うのかっつったら、ちゃんとその共用して250の車体も400の馬力でもいけるように車体設計はされてるし、リンク式サスペンションをねちゃんと使ってきてるし、ただ最終的に受け止めるタイヤがラジアルかバイアスかっていうので、若干バイアスだとやっぱり逃げるから、そのぐらいでもよかった。でラジアル履いてそれを受け止める車体剛性感はちゃんと持ってるので、一応400のことも見込んで車体設計はちゃんとされてると思う。ただそのフィーリングを変えてないっていうね、エンジンの設計の段階でっていうのは、まあなんていうかな、無駄にお金をかけすぎず良いところに設計が収まってるというのでね、川崎さんね、落としどころがやっぱり今のいろんなメーカーの中でえらいチャレンジャーだし、そしてねやることが当たるんですよね。若干当たんないとしたら忍者25の売れ行きが400に取られてしまったという、これはもう仕方がないよね。だって同じようなマシンを2本立てで売ってるわけですからね、どうしても取られてしまいますけど、でもその分忍者250の方をね、安い金額でずっとコストを抑えてエントリーユーザーに対してやたらとバカ高いマシンでね勝負しないで済むようにしたのも、これも素晴らしいかなっていうふうに思いますよね。どうなんだろうね、 400cc がこれからどうなるか。俺の時代は普通免許からもちろん入ります、中免から入るんですけどね、中免の中でやっぱり最高スペックに乗らなきゃいけないから、どうしてもみんな400に行くわけですよ。どうして25に行くかって言ったら安いから、当然スペックとかいろんなものもダウンするけど、どうしても400最高スペックに乗りたいわけで、その最高スペックの中で各メーカーの中で最もスペックの高いもの、
例えば昔だったら CBX400 とかね、 FX400 があったり XJ400 があったりって、いろんなちょっとずつスペック競争してる中で、どれがいいってみんなね、そのスペックじゃないんだけどね、ほら俺も散々やってきてる中でどうしてもやっぱスペック見ちゃうのよ。その時今回 400cc クラス、これはね、あの CBR400 とかヤマハの R3 とかいろいろあるけど、スペックダントツだからね今ね。ただ400戦線がまだ25よりもまだみんなそこにワイワイ来てないだけで、400の中にもかっこいいマシンがあればみんなやっぱり飛びつくでいいはずなんだけどね。ただね、どうも400みんなね、あんまりまだ力がね入れてないわけ、入れてるんだろうけど、かっこいいって言って乗りたいマシンがちょっと少ねえような気がするんだよね。ちょっとツアラー化に走ってしまったりとかね、アメリカンに走ってしまったりとかね、かっこいいこのマシンっていうね、ワクワク感を持ち込んだのがこのやっぱり24400。ただ250と同じっていうところがね、ちょっと今までと違うんですよ。400からすごいのがあって25に行けばいいんですけど、川崎さんの場合は25ですごいのがあってそれが400になるっていうところがちょっと逆行なんだけどね。下手したらそのままこの形で600、まさか ZX1000 あるまでこの形になるっていうのはね、でもね、エントリーユーザーのね見た目のかっこよさがそのまま上に引き継がれていくのも面白いなと思うんでね、改めて忍者400、ぜひねちょっと多くの人に乗ってほしい時代だなと思いますよ。乗りやすい、馬力ある、軽い、足つきがいい、そして値段がそれほど高くしなくてもデリバリーできたっていうところをね、ぜひあの MSTV の視聴者にはね、分かっていただいて、多くの皆さんに乗っていただきたい一台として丸山博士がおすすめさせていただきましたということで、皆さんまた次回もですね、素晴らしいバイクたち、車たちをですねまた見つけてお知らせしていきたいと思います。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。